皆さん、こんにちは。ただいまより日照簿記検定3級2級のガイダンス講義を始めます。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー。そうしましたら今日はですね、3、2級同時受験をご検討いただいている皆さん方にですね、 えー、この329、短期合格を目指すための効率的学習法というタイトルで、もう時間30分程度頂戴いたしましてね、えー、同時学習のメリット等々について、まあ、ご案内をさせていただこうというふうに思います。でね、 まあ、あー別のガイダンスでも少しお話をさせていただいたりもしてるんでよろしければ、まあ、そちらも見ていただければと思うんだけどね、まあ、今でもそうだと思うんだけど一般的にね「週転職活動等々においてですね簿記、えー、検定というもの、ね、資格の欄に、えー、記入し主張の題材として、まあ、材料として用いるという意味では、まあ、やはり2級ぐらいは欲しいよね」っていうのはあ昔からね ずっとと長いいこと言われてる話でございます、まあ、当然のことだから3級だけ合格でも立派な資格ですからね書くことはできるけどもやっぱりまあアピール材料としては2級ぐらい欲しいよねっていうのは広くやっぱり社会に定着しちゃってる。 ね、とは言ったって最近の2級なんかだいぶ合格率も下がってるし難しい試験になってるっていうのはもう事実としてあるんで昔のこととはね単純比較なんか全然できないんだけどただねどうしても、まあ、例えば採用担当になるような人たちっていうのは僕みたいなおじさんまではいかなくてもねもうちょっと若くても、まあ、そう言ったってある程度の経験積んだ方がやっぱり採用担当になるわけですからそうすると昔の感覚っていうのはどうしても熱力残ってしまうので。 ねええー、まあやはりですね2級ぐらいは取っといてほしいよねっていうところはどうしても出てきてしまうというのがあるから、まあ、そうするとやっぱりね受験者の側も2級ぐらいまではあ取っとかないと就転職の武器というところまではいかないだろうなというのも出てくるだろうし。 またこれ実際問題としても知識の有用性という部分からしてもねやっぱりこれ2級ぐらいのところを持っといてもらったのは実際にプラスになるよねっていうのは事実としてあるわけですよ。まあそういったところもあるわけですからあやはり32級をね同時学習して効率的に合格を目指そうというのは当然あると思います。で当然あると思うんだけどもこれはね、まあ、そもそも受験免許をする側からしても決してデメリットの多いものということではなくてむしろメリットのが多い。 っってていいうのも、まあ、これからやっていただく方はね、えー、全く何のことかっていうのはあると思うんで、まあ、実際勉強をやってってもらうと分かるんだけどね日照の物件検って,言って、まあ、基本的にはですよ一般的に多くの人たちが受けるのは3級から受けます、まあ、その下に初級っていうのが今ありますけどねただまあ初級はうんそうねまあまあ 腕試しぐらいで受けていただくのはいいとは思うんだけどあんまり初級取ったからっちゅって履歴書に大きな武器になるってことはないから一般的にはやっぱり3級から受ける人が多いんだよね特に社会人さんなんかも3級から受けますよ受けるとなればで3級2級1級っていう形でレベルアップしていくんだけどもこれあくまでもレベルアップなのね。でどういうことっつった時に3級と2級の内容ってのは分離してないし2級と1級も分離してない。 すなわち3級の内容をベースとしながらそこに2級のエッセンスを上乗せして2級の試験ってやるんです。わかります言ってること。だから2級は2級で勉強したことだけが試験出ますよって話じゃないのね。3級で勉強した土台の部分に2級の内容が乗っかる。ということは言い方変えれば3級の試験で出題される項目が2級の試験で出題される場合もありますよ。全然あります。 だこういうふうに、あの、検定っていうのは、日簿記検定っていうのは、上乗せ式なんだよね。だ3級の知識をまずしっかり固めたら、そこに2級の論点を上乗せし、2級の試験を取る。で、さらに、ここに1級の論点を上乗せすれば、1級の試験が通ると。こういう話だから、ならもうさっきの話じゃないけどね、1級の試験でも、3級で勉強した話、出ますよ。出ます。だから、そもそも試験の題がそういう構成なのよ。 3級は3級だけとか2級は2級だけって話じゃないからそうすると、まあ、2級と3級を同時学習するメリットとしてはまずね3級で得ていただいた知識というのを土台として2級の受験対策に活用できるっていう利点があるそれを土台としながら2級の論点をプラスアルファ上乗することによって2級試験にも対策が取れるようになるって話だから、まあ、そういう意味で言えばねやっぱりこれ同時学習をやっていただいて継続的に勉強していただいた方が当然ですけど。 まず3級の試験取りましたと。で土台ができて3級の試験取りましたと。でその後ですよ半年とか1年何もやらないでじゃあ2級の試験勉強しましょうっつった時には多分ね受験勉強を半年も離れちゃうとその一旦構築した3級の土台がある程度は崩れます。まあ僕今ちょっと遠慮がちにある程度つってるんだけどあの実務なんかで経理業務なんかやってる人だったらそこまでいかないかもしれないけどねうん実務で経理業務なんか全く関係ないよと。 いう方々の場合多分受験簿記3級の受験勉強のために一定の期間頑張って勉強するんでしょで試験終わりましたと。でその後半年ぐらい何にも簿記の勉強をやんなくってじゃあ半年後に2級の勉強を始めようっつった時に結構3級の内容抜けてますよ。もう下手すると半分ぐらいしか多分の内容として残ってない。 で残ってないんでそうするとまた1から3級の土台で作り直さなきゃいけないのよだって2級の話っていうのは3級の知識に2級を上乗せるんだから土台の部分が欠落してしまったら2級の話なんか乗んないですからねで無理して乗っけようとすると3級のところがずっぽり抜けてるんで2級で勉強する話がつながんなくなってくるあれ何だっけこれでおかしな整合性のない勉強の仕方になってしまうといざ本試験の問題を見た時に対応できなくなっちゃうんですね だからある程度今の時点でボギーの検定試験勉強を始めて2級まで取るんだっていうことを前提にされている方々はまあ3級2級ってのは同時学習っていうのが基本やっててもらった方が効率性高いですよ。変に間を空けてしまうと多分2級の試験通るために余計な苦労をしなきゃいけなくなってしまうので勉強を継続してやっていくということによってまあ効果的に資格試験っていうのは通りやすくなるとこれ間違いなくあります。 どうしても簿記、まあ、会計っていうのはある意味独特な世界観を持ってます。えー、だからこそ需要があるっていう意味もあるんだよね。どうでしょう。誰でも彼でもできないものだから簿記、えー、会計に関する知識を持ってる人っていうのは重用されるっていうのは事実としてあるわけで、まあ、その前提からすればね、えー、一旦産休の勉強をやってその後しばらく時間空いちゃうとう抜けるのよ。それだけ日常生活に馴染みのあるものじゃないから。 だから3級の土台を作ったらばそのまま継続してその土台を生かして2級の勉強をやった方がトータルで考えれば2級合格までの学習負担では絶対少なくなる。ね、で幸いにしてっていうこれは言っていいと思うんだけど皆さんご承知の通り今日商の簿記検定試験でねいわゆる統一試験って言ってね毎年決まった日に試験会場行って紙で問題解くっていうのもあるんだけどもそれ以外のネット試験っていうのが覚えてる3二級はね。 3、2級はネット試験が動いてるからネット試験は、まあ、これ自分たちからネット試験を受けるわけじゃないんで、まあ、これも定められた会場に行って、えー、設置されたパ,トパソコンを使って問題解くんだけどただこのネット試験は基本的に毎日実施してますからねで毎日実施してますからあのこれが動いたっていうのはでかいのよだからまず3級の基本的な受験対策まで終えたと終えたらその段階でネット試験を受けてで3級取ってただもう翌日から2級の勉強をやって ね、継続して勉強をやっていけばさっきから申し上げている通り基礎の部分の欠落が少ないですから土台が生きたまんまそのまま2級の勉強できるんで,で2級の勉強がある程度固まってきた受験対策を取ったそしたらその段階でそのまんまもうネット試験を受けられるでしょ。これは利点ですよ。だから今ダブルで勉強をやってダブルで資格試験を受けましょういう人にとっては大きくプラスになるように試験制度が変わってます。昔はもうう集合試験試験験今でい統一って,言って 年3回、ね、年度で言うと6月と11月と2月年3回の当日試験しかなかったからだから6月の試験で3級終わったら次11月の試験まで2級受けられなかったか変に間が空いたりしたんだけど今ネット試験でちゃんと手続きだけうまいこと取れれば、ね、勉強を切らずにして。 継続してててバーっっ勉強を進んでって自分の都合のいいところで試験を受けられるようになってますからあこれね同時学習については昔に比べてもさらにやりやすくなってるというのが試験制度としてあると思いますまあコンピューター使ってねパソコン使って、えー、問題解かなきゃいけないっていうのがちょっと嫌だなっていう人はいるかもしれないけどねただまあ試験の受けやすさという意味では飛躍的に従来のものよりは向上してるっていうのは事実としてあるんでねまあ同時学習なんていうのはしやすい。 状況が、整ってると思うので、まあ、そういう意味では、あ、この三級二級の同時学習っていうのは。まあ、選択肢としては、持っといてもらってもいいんじゃないかな、いうふうに思いますよ。で、当然、学費等々に関しましても、三級単独で勉強していただく場合と3。三二級セットでお申し込みいただく場合では、あ、私どもの場合では3、三二級セットでお申し込みいただいたことが割引も用意してるから。結局、通算の学費も安くなる。 ね、でなおかつうー、まあ、勉強の仕方としては3級は3級でまず終えてでその後に2級の勉強に入るっていうのは基本になりますからその前提で順を追ってやってっていただくことにはなるけどもまあ基本私どもの授業っていうのは Web 講義がメイン、ね、パソコン等を通じていただいてまたスマホでもいいですけどねネットを通じて事前に収録した講義なんかをご聴講いただきながら問題対応力を図っていっていただく。 まあこういうスタイルですから皆さん方のご都合のいい時間帯に順次授業を潰していただいてで授業を聴講していただいた後にはしっかり問題集等を通じた問題演習なんかを繰り返していっていただくことによってね自分の都合のいいように勉強を進めていってもらって結果をつなげることができるというのがまあこのウェブ講義だったりする部分のメリットですから。 だからある意味今の皆さんっていうのはね、まあ、僕らみたいなねおじさんと比較してもしょうがないんですけど僕らの時代っていうのはもうさっきも言った通り試験っつったらもう紙の試験年3回の統一試験、まあ、もっと言うと僕らの時って年2回しかなかったですよ6月11月しかなかったんでだから6月に3級受けて11月に2級受けられればいいけどちょっと勉強つまずいたりしてて11月受けられないって翌年の6月まで受けられなかったんで。 なかなかですね、えー、試験勉強ってのはやりにくいっていうのが正直あったし、学習のプランニングもし,しにくかったんだよね。でなおかつ僕らの時代のこういう予備校の授業っていうのは、学校に行って授業をく聞く通学のクラスと、あと通信って言ったら基本カセットですからね。カセット。で、ちょっとお金持ちの人はあのビデオテープです。<laughs> VHS とかっつって、何のことか分かんないっていう人もいるかもしれないもうガッチャンガッチャンっつってね、こんなでっかいテープが。 何本も送られてくる、ねまあ、その後ちょっと CD に変わったりもしたけどもウェブなんかなかったのね。ねあのだ基本的にはもうカセットなんですよ通信って。で簿記の話なんてねどうしたって計算手続きもあるしさあ表を作るって作業もあるからそれを音だけで聞くって普通でしたよ全然わかんなかったけど、ね、だ今そういうのに比べると、まあ、こういったウェブの授業なんかが行いただけると当然絵がついてますから。 視覚的に物事を捉えていただくこともできるしなおかつウェブの最大の利点は本当に皆さん方が都合のいい段階で聴講を進めていただくことができるって話なんでね、まあ、例えば基本は毎週毎週月曜日と木曜日、ね、9時から10時の時間帯は必ず授業を見るようにしようとかで10時から11時は問題集得時間にしようとか、ねまあ、事前のものをある程度、まあ、大体の人はプランニングを組むと思うんですよ。で組むと思うんだだけどもただ 当然のことながら勉強だけけ皆さんんやってるわでではないんでねお仕事があったりあとは大学の授業があったり予備校の授業があったり専門学校の授業があったりっていうのも当然あればあー例えば家庭の都合でね えー、少し介護のお手伝いをしなきゃいけないとか小さいお子さんがいてなかなか寝つけるまでは勉強できないとかいろんな制約があると思うんだけども、まあ、そういう制約の中でも自分の都合のいい時間帯に調候しやすいっていうのはウェブ講義のメリットだと思うんですよ。極端な話夜の10時に聴講しようが朝の5時に調候しようが兆候だく内容は同じなんでね。でしょネット環境だけ整っていれば兆候自体はちゃんとできますから。ね だから、ね、自分の都合のいいように、えー、皆さん方に授業を進めていただくことができるというのがやっぱり利点だと思うしなおかつそれに合わせてといったらあれだけども商工会議所の試験自体もご自分の準備ができた段階で随時受けてくださいねっていうネット試験が導入されたというのは非常にでかいですね。で、ね、それで自分の準備が整った段階で随時試験を受けることができますよって話ですからあ今ね非常に牧検定に関しては資格が取りやすい状況に変わってきてると。 いううのが事実ととしてあると思うんでね、えー、そういう意味からも、まあ、32級同時に学習を進めていただくというところはまあ私のような講師の立場から言うと学習効率からしてもマイナスになることは全くないむしろ望ましい、ねえー、講師の立場から学習効率の点から言うともう絶対的にこれはプラスです2級までをすでにご検討されている方は極力セットで勉強した方がいい3級を終えいい まあ勉強は3級からやるんですよ3級2級同時に勉強したって分かんないですから3級をまずやってしっかり基礎を固めてたら2級の授業に入ってっていう形になるけどもただもう将来的に2級まで行くこと決まってるんだったら継続してやっちゃった方がいいです本当に変に間あげるとね忘れます忘れます忘れるとその忘れた部分を取り返すための準備をまたやんなきゃいけなくなるから通算すると余計に勉強しなきゃいけないねだからそれがまあ大変になるんですね だからもう今の時点で2級というものをしっかりと見据えておられる方々であればあこれはもう32級継続でセットでやっちゃった方が学習効率は絶対いいしで、えー、経済的な部分からしても聴講料という部分は同時お申し込みの方が絶対的に安くなりますから、まあ、もうどこの学校さんでもそうだと思うんですけども私どもでもそうですからあそれらが通算すれば安く上がるというところにもなるんでね、えー、そういう意味からもまあ皆さん方にはですね えー、その前提で授業を進めていただくというのが理想かなというふうに思います。まあ、現実問題、私どもの場合、パンフレットにいろいろご案内は入ってるんで、ぜひこちらなんかね、ご一読いただきたいなと思うんで、デジタルパンフでもいいですし、また紙ベースのものをご要望であればあ、少しお手続きいただければね、お電話等でも結構ですけども、お送りすることはできますんで、ぜひ手に取ってね、ね、えー、ご確認いただきたいと思うんですけども、えー、このパンフで言うと6ページかな。 ちょっっとせかかくですすらしますけどね今僕が申し上げている3・2級パーフェクトパック2級までの合格をメイン目標に3級2級の内容を同時学習しましょうって話なんですけどねでまずこれ一番最初に皆さん勉強をやっていただくのがこの3級パーフェクトパックの部分ですでこれ総講義数は19回となってますがまずインプットの授業ここがメインですね3級受験のために必要な知識を入れていただくインプットの講義が完全マスター講座でこれが10回。 ね、ありますよ。という話。10回ありますよ。というお話です。ね。で、まあ、これ、選べる講義っていう話になってるんで、ここら辺も後でちょっと触れようと思うんですけどね。あの、私どもレックの場合には、講座、この完全マスター講座っていうインプットの授業ね。インプットの授業自体も、例えば担当する講師は2人。ね。で、どっちでもご自分の合う方。 やっぱり人によって合う合わないってあると思うんであこの先生の説明の方が好きとかあこっちの先生の方の方がね話し方好きとかあるでしょ、ねえー、ありますから、まあ、ご自分に合った形の講義っていうのを選んでいただけるように、ね、してありますんでまあそれでまずとにかく10回インプットで知識を入れてもらいます。でこれが終わったらその後にいわゆる直前期本試験を受けるための準備期間に移行するんだけどまずはブリッジ演習講座。 基礎期の段階で身につけていただいた知識を実践的に問題対応できるように問題の解き方なんかを確認するのが演習講座。で、ここで解き方の確認をね、講義として受けていただいたらその後通れ練です。まあ直前期のメインはこれですよ。私どもレックの方で作成いたします本試験想定の問題。まあこれを本試験と同じ感覚で解いてもらいます。まあ基本的には紙ベースで解いてもらう感じかな。で、さらに公開模試なんかを解いていただくと最終的に本試験受けると。 まあこれで3級終わりで3級終わったらそのまま2級の方に入っていただくと2級はちょっと授業多いんですね、えー、これ2級についてはまずインプットの授業が30、えー、25回でこれ基本25回ってことですでこれね3時間授業25回だからちょっとまあ回数はありますまあ学習量が増えるからねここはもうしょうがないんですがあー3時間25回でここで知識を入れていただくことができたらまたまた同じように演習講座をやった後でメインの当練やっていただいた本試験を受けると。 でこの一連の流れ、講義で言ったら総講義数53回になりますが、これで6万6000以降と、ね、いうところになります。まあ、ウェブ事業をメインとすれば6万6000だよって話になるんですが、ただ、これにね、も、え、ろ、ー、の割引制度が適用される方もいらっしゃるだろうし、まあ、逆に言うと、あのー、ウェブ講義、ウェブ,ウェブ講義自体は長講期間がありますから、長講期間自体は210、えー、ね。 210かああいうところになりますんで2時間150日間と210時間210日間かああいうところになるんでまあこの調校期間の定めあるんでその期間内に調校は終えてもらわなきゃいけないんだけどいけないんだけどねまあ普通は終わるかなと思うんですがただまあ調校期間内に終わんない終わんなかった時不安だなっていう方はオプションとしてあの DVD なんかをつけることもできますまあつけられる方って半分ぐらいかな まあ、半分いないかな。でも、多くの場合、兆候終わります。だから、まあ、さほど、よほどじゃなければ、別に DVD のオプションはいらないかなって僕思いますけどね。えー、大体の方は終わりますんで、まあ、ちょっと心配だと。終わり気になかった時心配だなってことは、DVD なんかのオプションつけてもいいと思うんですけど、基本はなくても大丈夫かな。いうふうには思います。まあ、その前提で、えー、2級までの合格というのを目指していただこうというのがね、えー、この3、2級のコースというところになる。 まあ、ちなみにあの私はですね、えー、今回このガイダンスのお話をいただいたんで、まあ、僕の方でお話しさせてもらってるんだけど僕はあの,2級の授業の収録をしてます、ね、あの今回急に <laughs> 僕はあのメインがね日照ボケで言うと1級。 で、本当にコマ数が多いのは税理士の会計科目なんですね。まあ、僕メインが税理士の授業なんで、でそっちなんですけどもお、まああ、今回2級の方の収録をやるということになったんで、まあ、僕の方でご案内させてますいただいてますが、まあ、僕以外にもね、あのベテランの橋本先生という方もいらっしゃるし、ねえー、それぞれ3級も2級もね、 複数の担当で分割して授業をやってるというシステムになってますから、まあ、説明会を選んでいただいてね。適宜お受けをいただければいいですよ。というシステムになってます。まあ、何してもね。同時学習をやっていただくというのは、皆さん方にとっての通算しての学習負担って絶対的に低くなりますからまあ、ちょっとね。一括してのご、えー、学費と納入というところになれば、当然3級2級と分けるよりは1回でお支払いいただく。金額は？ 1まあ一個1個はでかくなっちゃいますけどただ通算して考えれば申し込みもね、えー、セット申し込みのは当然安いわけですからあそういったことを細かいシステムの部分であったりあとは割引の適用を生むですねそういった部分については各本校等のスタッフとかあとはお客様センターのお電話でいただいて相談員にご相談いただいたりというところで確認取っていただければと思うんですがまあ是非ねこういった効率性の高いコースがありますんで前向きに 口座というものをご選択いただいてもいいのかなというふうに思います。まああとはね、まあ簿記というものを選ぶにあたってね、うーん、いろんなご相談を僕もいただくときがあるんですよ。まあごく稀にだけどね、あのこれから簿記やろうとする方々のご相談いただく乗らせていただくときもあるんだけどね。まあ、だいたいそのご相談いただくときにですね、なんか経理なんてこれからなくなる業務だからやってもしょうがないって言われたんですけどどうでしょうっていうふうにね。 やっぱりそんなこと言われれば心配になりますからあーそういうふうにね、えー、ご相談いただいたりすることもあります。で、ね、あるんだけどただそれはね僕いつもそう言われた時にお答えするのがそじゃあ半分合ってて半分違って何っつったら、まあ、要は昔からのね本当に伝票処理やってるような。 伝票処理だけやったり、振り込みだけやってるようなあ。昔からのまあ比較的こう。簡便的な経理業務ってのかな？それはねなくなりますが、間違いなくなくなりますね。あ、どん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 。もうシステムもいいのが出てきてるしねえー。昔みたいに10人でやんなきゃいけなかったところを、今は3人で十分できるとかいう形になってるんで、そういう簡便的なまあ。経理部の人たちが昔やってたような。簡便的な業務。 電票入力とか資産表の作成とかその程度の話は今後なくなります間違いなくなくなります少なくとも正社員という形ではなくなりますそれを正規職員で取っとく意味なんかないんでね多分ーなくなると思いますただ経理業務がなくなるっていうのは嘘です絶対嘘ですねっ あの皆さん方がお勤めになる組織ってほとんどが営利組織体だと思うのよ株式会社を代表とするような利益の獲得を目的にする組織ねで意外とこれあのー、普段意識することないけど会社と呼ばれる組織ね株式会社や合同会社なんて最近ありますけど企業と呼ばれる組織は究極の目的が営利ですからね利益を生み出すために存在するのは企業ですよ で利益の獲得を目的にしないのは非営利法人ですから NPO であったりとか国であったりとか地方公共団体そういったところだけですで株式会社とか合同会社とかちょっと前で言えば有限会社なんてうのもありましたけどもいわゆる会社と呼ばれる組織は全てが共通して利益の獲得を目的にしているもうこれが究極の目的です、ね、でそうするとですよじゃあその利益の測定どんだけ利益を出すことができましたっていう測定は何使ってやるのってボっですよ ボで,すよでもっといや利益を生み出すためには企業ってのはさまざまな活動をやりますよねどういうところでどれだけお金を生み出してどういうところにどれだけお金を使ったかこういった記録というのも必要だけど根本的にどういう部分にどれだけお金を使うかっていう事前の計画を立案するってことも必要じゃないこれだって広い意味では全部経理なんですよ。でそれれを、ね、ただ1人の経営者が全部やれますかできないんですよ。できないの。 例えばものすごくおいしいラーメンを作ってくれる職人さんがいると、ね、で彼がお店を開きましょうってなった時に当然彼が注力すべきはおいしいラーメンの提供なんですね味を見極めるいい,ラーメンいいラーメンを作ってお客さんに喜んでもらうこれがまずおいしいラーメンを作る職人さんが究極的に考えなきゃいけないことだしこれからも考えなきゃいけないことじゃないただですかそれを考えながらも企業として店を存続し続けるためには金が すなわちお金金ののの資金繰りってのは絶対必要なのよこれだけの原材料を調達するためにはどういうふうに仕入れをやったらどれだけ安くすることができるのかはたまたこのラーメンを適正に提供しなおかつ店を永続的に続けるためにはどの程度の販売価格を設定すべきなのかこういったところは全部経理業務の範疇なんです。だからあー最初にね ラーメンだったらラーメン屋さんでも何でもいいんだけども美味しい食べ物を提供したいと思って起業した起業してもそれを支えるためには絶対的に番頭さん的な存在としてお金のやりくりを見る人って絶対いるの全てを一人でやれるような社長さんもいらっしゃいます全てを一人でやるような社長さんもいらっしゃいますけどそれは最初のうちだけです規模がでっかくなったら一人では絶対できないだからどこの会社行ったってそうだし特に欧米はそうなんだけど欧米の場合には最高経営責任者 CEO って言いますよね じゃあ企業の2番手って何ですか企業のトップは CEO じゃないですかそうですね最高経営責任でしょじゃあ2番目って一般的に何だと思う通説的にこれ2番目って CFO ですよチーフフィナンシャルオフィサーすなわち最高財務責任者 だから CFO っつったらあその会社のナンバー2ね意味です。なぜならばあ企業の最高経営責任者がいて経営方針決まる。それを資金繰りの部分であったりとかそういう資金面で支えるのが CFO の仕事。だから普通はある程度の組織になった時に CFO っつったらナンバー2のことです。もう誰,誰が聞いたてそうですよ。海外では。ね。そういう位置づけなの。だから金に関する管理を行う専門の人間っていうのは今後なくなるなんてことあるわけない。 企業のナンバー2なんだからいで人間が経営者である以上必ず人間には相談したくなります IT が言ってんからこれでいいや中にはそういう人もいるでしょう中にはそういう人もいるかもしれないけど僕は税理士事務所ね税理士法人傘下の経営コンサル会社で役員もやってるから分かるけどそういう人ってね経営者になればなるほどそうですけどごく一部ですよく言われるじゃない経営者って孤独なんですそりゃそうですよだって従業員何でもかんでも言えますか 来月金が回るかどうか不安でねあんたの給料払えねえかもあんなのいちいち従業員聞かされたらたまったもんじゃないでしょね経営者っつうのは何でもかんでも従業員なんか話せないし話しちゃいけないんです、ね、本んに孤独なやだからコンサルという業務が必要になるので当然のことながら自分の片腕として相談相手に乗ってくれるような人たち絶対必要なんですそれは何なの最高財務責任者ですよだって企業なんだからどんな綺麗なお題目固めたってね 語ったっったたてね金がななかから会社は続かないのだってそう思いませんねお金がなくってずっと真っ赤チンで従業員さんリストラリストラ切りまくってんのに社会的貢献ですちゃんちゃらおかしいでしょ文化芸術の貢献です何言ってんだって話じゃないですかそんなことやる前にまず従業員の生活安定させなさいよとそれもできないのに芸術もクソもないでしょ普通思うよねそういうことですよ ね、そういうことなのだからお金に関する管理運営そして経営計画の立案全部これ大事な話でこれが何でもかんでも IT でやったりゃそれでいいと人間が入る余地がなくなるそれは組織で読むのは知らなすぎる、ね、そんなことあるわけないだからそういう人材になれれば経理業務って絶対的になくなるわけがないただくどいだけどただ単に電費を処理してるだけとかただ単に余震管理してるだけとかただ単に預金管理してるだけこれはいらないです IT、ね、ならええー、ごめんなさい AI なんかになるかどうかは分かりませんよなるかどうかは分からないけど少なくとも社内で正社員として囲う理由はないもうそんなの,あの外部送信、ね、アウトソーシングでできますよ、ね、で現にやってるしでさっきの話じゃないけど僕がやってる会社は役員になってる会社はあ経理業務のアウトソーシング受託してますで私どもの会社は幸いにして今新規のお客様お断りしてます 大変申し訳ないけどそれは何でかうちのスタッフってのは最低1級以上なんで、えー、1級以上持ってる人間じゃないとあれなんでねちょっともうあまりにもお客様の引き合いが多くって受けらんない今仕事が多すぎてだからそういう経営者がいっぱいあるってことですだから専門性を持った人間に対してはいくらでも仕事を出したいいるんですよだそうじゃない人をわざわざ正社員で雇いたいとは思わないけどねですかだからそういうのが今の世の中の流れだから経理業務って絶対なくならないですよ いっぱぐれることもないただ2級を取取っったたらら終終わわりりとかじゃダメですよ別に試験勉強を続けろっつってんじゃなくてい試験は試験で2級まででもいいけども経理マンとしてのスキルの向上っていうのはやっぱり測っていかなきゃいけないだろうから大学の公開講座を使うなり書籍を読み込むなり何でもいいけどもそういったことは絶対やっていかないと視覚、ね、にあぐらかいて食っていれるようなものではない。 まあ今のの日本でそんんなななな多分ないいいすよ資格取っっったから食っててけるってないんじゃない5年ぐらい前までは僕医者って言ずっと答えてたんですけど医者になっちゃえばどうにかなるっつって <laughs> であのもうお医者さんにそうすると怒られるんですけど <laughs> あの、えー、僕はそうやって言ってたんですよでも実際そうだもんね医者になって食っていけないことないでしょ5年ぐらい前まではね最悪どうにもなんねえってなったらあの離島かなんかの診療所かなんか行って適当にやったら適当にやったらっ,って失礼ですけどねそれだってどうにかなるじゃない。 当座食うって意味では医者だったらどうにかなったんですよ45年前はでも今違うもんね医者だって大変ですよ医者になったら食っていける絶対食っていけるってことはないからねそうでしょないでしょ実際問題このコロナなんかあってとてもじゃないけどそんなつもりで医者になったらもうやってらんないですもんねリスクもばっかりでそういうことですから,から今世の中でね取ったら安泰だっていうのないんじゃないのなったら安泰って言えるのはあんのかな銀グレれじゃねえの <laughs> ねあの議員はない安泰だねあれ選挙通りや、まあ、通るまでが大変だけど通ったら誰だってできますあれねあのだから皆さん僕も選挙に出たら投票してください、まあ、なる気はねえけどさなったら安泰って言うのは本当議員ぐらいだと思うよねあんな能力なんか関係ないからね偉そうなこと言ってないんだからあ、まあこんなこと言っ,言って怒られちゃいますけどなったら安泰は多分議員さんぐらいねなった後に何をするかって何の仕事って必要ねえ そういう意味では当然2級とか取った後にどん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 スキルアップをする自分の能力を伸ばすそういう努力は必要だと思うけどもでも経理業務って決してなくなったりしないよ絶対なくならないなくなるようなんて AI に変わるようなんて言ってるのはもの知らない人です少なくとも中小企業の現場なんか知らないですで中小企業の現場っていうのは経営者の目線での現場ね雇用者としての非雇用者としてのお話ではなくてね 経営者ととしててのの目線のことを知っていればそんんなな話になりません、えー、だから大丈夫です、えー。ちゃんと需要ある。ただその需要というもの求められるものっていうのは間違いなく昔よりは高くなっているというのは事実です。ね。だからそれに応えていくってことは必要だと思うけども皆さん方が今簿記というものの興味を持ってもらって一つやってみようかなというふうに対象として据えていただいているというのは決して悪いことでは僕ないと思うし将来にわたって決して無駄になることもないと思うからぜひね効果的な学習というものをご考慮いただきながら。 ね、前向きに検討していいただければと思いますで今少しだけパンフレットの話も触れましたけどもさまざまな学費であったりとか兆候に関するシステムとかもう気になることっていっぱいあると思うんですよねでそういったものはも私どもの相談窓口ないしは各本校のスタッフでもいいですからこれはもう積極的にねご相談くださいあの疑問点は全部解消した方がいいこんなこと聞いたら悪いかなとか予想はいくらねうちより高いんですかとかうちより安いんですかとか。 ね、こんなことは失礼かなもう考えることないです皆さん方に納得していただいてしっかり勉強していただくためのアシストをするのが私どもの仕事したがって皆さん方が疑問点であったり不安なところがあるんだったらそれは事前に言っていただいてねで疑問点や不安点の解消をしてからよしやるぞもう純粋に勉強に集中できる体制で勉強入ってほしい。 でやってる過程で疑問点とか入ったらどん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 質問はしてもらえればいいしそのやる前に制度上の問題でもいろんな疑問点があるんだったらそれは全部聞けばいいこんなこと聞いたら悪いかな関係ない,い皆さん方に聞いていただくために私どものスタッフはいるんだし本校のスタッフもそのためにいるんですからい気になることは全部解消しましょう全ては難しいかもしれないけどもちょっとでも心に引っかか,かってる部分があるんだったら何でもいいです相談してください ねね、その上でねよしやるぞと、ね、決まったらばあ純粋に勉強に向けて頑張っていきゃ、ね、現勉強に向かっていただいて頑張っていただくという形でねやっていただければというふうに思います。はいというところでございましてね、えー、本日のガイナンス講義ぼちぼち時間ですからこんなところにしますがあーぜひ、ねえー、繰り返しになりますけど前向きにねご検討いただいてぜひ2級というものを手にしていただければと。 いいうようよに思いますんでね、まあ、もしかしたら僕の講義にねご参加いただくこともあるかもしれませんのでねえー、僕も最大限授業の方は頑張らせていただきますんでね是非皆さん一緒にね、えー、合格を目指して頑張っていきましょう以上で、えー、本日のガイダンス講義は終了です長い時間になりましたがお付き合いいただきまして誠にありがとうございましたあ以上で本日は終了となります皆さんお疲れ様でございました